はい、ありがとうございます。先ほどまでは笹井さんが学生時代含めてどういうことをやってきたのかみたいなところもお伺いしたんですけど、うん、この動画ではようやく社会人になると思いますんで、うん、社会人何をしたのかみたいなところをお伺いしたいなって思ってます。はい、じゃあ実際、まあ、いろんな経験しました、うん、いろんな経験して大学卒業することになります。就職活動するわけじゃないですか、はい、それどういう考えで就職活動したんですか。国際協力の現場行きたいっていう思いがあったので、青年海外協力隊受けたりとか、はいはいはい、あとまあ本当国際協力仕事にできそうなところだけに絞って、うん、本当に限られた片手で数えられるぐらいの会社だけ受けて、はい、いくつか受かったんですけど、結局インターンしてたレディフォーにそのまま入社しました。あ、そうなんですね、はい、そうです。じゃあインターンから正社員になったわけですね。正社員になりました、はいはい、じゃあその期間はどれぐらいやってたんですか。正社員で1年間ですね、はい、新卒の1年をレディフォーでそのまま残って働いたって感じです、ね、なるほど、はい、じゃあレディフォーの期間がおよそ2年間で、はい、そうですね、1年間がインターンですと。そうです、で1年間が正社員。はいはい、わ、はい、かりました、ありがとうございます。じゃあその後は何したんですか。その後国際協力の現場に行きたいっていう思いはもともとあって、ご縁もあって認定 NPO 法人ロシナンテスっていう、うん、スーダンとかザンビアで医療支援をやってる NPO のスーダン駐在員として1年間スーダンに行きました。あ、そうなんですね、はい、実際スーダンって行かれたことないじゃないですか。はい、はい、初めてですね。どんな感じなんですか。スーダンめちゃくちゃいいところですね。アフリカ大陸にあるんですけど、はい、文化としてはイスラムの文化が強くて、国民のほとんどもムスリムの方々で、僕の場合その当時はザンビアしかアフリカの経験がなかったんですけど、同じアフリカ大陸だけど本当に文化も何もかも宗教も違うなっていうような印象でした。そうなんですね。スーダンの課題は何だったんですか、はい、例えば単純にお医者さんがいないとか。あ、そういうことですね。看護師さんがいないとか、安全で綺麗な水がないとか、うんうん、そもそも医療をやるにあたるベースが整っていないっていうエリアも多くて、実際にやってたこととしてはジャイカさんと一緒に巡回診療の授業やったりとか、はいはいはい、国連のワールドフードプログラムと一緒に栄養改善の授業やったりとか、あとは日本の民間企業さんのファンドとかを使わせていただきながら、トイレとか井戸の建設っていうのをやってました。あ、はい、そうなんですね、はい、実際そこどれぐらいいらっしゃったんですか。あ、1年間です、ね、そこも1年間、はい、じゃあスーダンに駐在しながらやってたと、はい、そうですね、はい、実際そこの中で一番得られたこととか、うん、これは残せたなみたいなのってあります。あ、仕事として本当にちゃんと給料をもらいながら国際協力の仕事を現場でやったのは初めてだったので、うん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 、本当にいい経験だったということと、クラウドファンディングをその期間でやったんですけど、あ、そうなんです。私自身が表に立って、うんうん、井戸を建設するためのお金を集めて720万円ぐらい、すごいですね、はい、集めることができて、まあ、実際に井戸も建設することができたので、そこはあの一通りファンドレイジングから実際に建設するっていうところまでのプロセスを関われたのが良かったかなと思いますね、うんうん、なるほど、はい、僕のイメージなんですけど、はい、720万ってクラウドファンディングで集めるの結構大変なイメージがあるんですけど、はい、期間でいうとどれぐらいで720集めたんですか。多分2ヶ月ぐらいだったと思うんですけど、はい、なるほど。実際ロシナンテスは日本の NG、はい、そうです、はい、そうです、そういうことか、はい、実際720万はレディフォーでやったんですか、はい、レディフォーでやりました、まあ、違うクラウドファンディングサイトもあるじゃないですか。使いにくいですよね一応ギリがあるのであ、そういうことですね。なるほど。じゃあその1年でそれをやりました、はい、その後どうされたんですか。その後は当時ロシナンテス時代に WFP と一緒に仕事をした経験から、国連ちょっと面白いなって思い始めていて、うん、国連職員になるには多くの場合大学に修士が必要になってくるので、どこかのタイミングで修士号を取りたいなとは思っていて、うん、スーダンにいる時に大学院アプライしたら意外とさらっと合格をいただけたのであ、そうなんですね、まあ、あのご縁ということでイギリスのサセックス大学にある開発学研究所、うんうん、インスティチュートオブディベロップメントスタディーズに入りました。あ、そうなんですね。実際大学院のところちょっと聞いてみたいんですけど、はい、大学院の受験ってそんなに難しくないんですか、うん、イギリスの場合はあっさりでしたね。テストみたいなものはないので、はい、IELTS のスコアと、なんでサセックス大学に入りたいのかっていうパーソナルステートメントみたいなものを用意したり、うん、履歴書 CV 作ったりとか、そのぐらいだったかと思うんですけど。あ、そうなんですね、はい、実際イギリスの大学院だとしたら1年間ですよね、はい、1年間です、はい、その1年間楽しめました。めちゃくちゃ楽しかったですなんかもうこんなに楽
楽しい1年なかっただろってちょっと待って、授業はどんな感じだったんですか？あ、授業はもちろん大変でしたけど、はい、楽しかったですね。やっぱ自分の好きな再発学、うんうん、国際協力を本当に毎日のように勉強できて、はい、セックス大学って一応あの開発学の分野ではずっと世界一位にここ最近いる大学で、最新の研究もたくさんあったりデータもたくさんあって、開発学の最先端に修士の身ですけど触れられるっていうのは非常にいい機会だったなと、はい、思います。なるほど、はい、実際サセックスに行って、はい、一番良かったなってことって何ですか？ネットワークですかね。それは海外との、海外もですし日本の同期のメンバーもたくさんいたので。あ、日本人の方結構いました？日本人も結構いました。はい、サセックスは多いですね。何してる方が多いんですか？それまでも国際協力の仕事をされてる、例えば協力隊に行ってた人とかも結構いますし、普通に民間企業で働かれてた人もいるんですけど、卒業後はほとんど今国際協力関係の仕事をしてるんじゃないですかね。はい、それは NPO、NGO であったり、そうですね、JICA であったり、JICA って国連であったり、はい、そうなんですね。はい、あ、じゃあ1年間でサセックス終わります、はい、その後はどういう選択をしようと思いますか？その後ですね、国連行きたいなっていう思いはあったんですけど、大学院の卒業の時期とかの制約があって、国連の職員になる登竜門的な JPO 試験とかってまだ応募できなかったんですね。はい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 、なので JPO 試験を視野に入れつつも、そこに向けて国連での経験どんな形でも積めるといいなって思ってて、でたまたま見つけたのが青年海外協力隊で国連に派遣されるっていう。あ、そんなのあるんですね。あるので協力隊にまた応募して、うんうん、今回は長期だったんですけど、長期派遣でマラウィの WFP に派遣されました。あ、はい、そうなんですね、はい、実際それどうでした？はい、2年間だったんですけど、コロナで3ヶ月弱ぐらいで帰国になってしまって、すごい短くて帰国してからもテレワークでは働いてたんですけど、はいはい、結局トータルで半年ぐらいしか働けなかったんですけどきつ、はい、国連ってこういう風に動いてるんだっていうところを学べたの大きかったですね。なるほど、はい、あ、じゃあ半年ぐらいで、はい、まあ、終わっちゃうわけですよね。終わりました。そこからはどうするんですか？はい、とりあえず仕事探さないとなって思って、たまたま、うん、多分皆さんよく見られてる JICA パートナーで、笹川アフリカ財団っていう、まあ、国際 NGO の募集が出てたので、それに応募して、まあ、合格して、そこで働いて今現在まで2年近くお仕事させてもらってます。はい、なるほど。笹川財団って何をやってるところなんですか？アフリカで農業支援をしてます。はい、対象の地域でいうと、はい、もうアフリカしか完全にやってないんですけど、エチオピア、ウガンダ、ナイジェリア、マリの4カ国に事務所があって、現地で現地人スタッフがオペレーションを回しているのを、まあ、自分の役割としては東京本部からプロジェクトをマネジメントするっていう仕事ですね。そうなんですね。はい、実際そこで、はい、田崎さんは何されてるんですか？事業担当なので、笹川アフリカ財団ってまあ国際 NGO なんですけど、個人寄付とかは一切やってなくてですね、基本的にドナーさんからお金を取ってきて、そのお金で現地で農業支援をやってるんですけど、いろんな財団さんとか、あと国際機関、それから国際金融機関とか、いろんなところにプロポーザルをこう出して、何かをするために何億円必要ですみたいな。でもちろん取れる時と取れない時があるんですけど、そこで無事いただけたお金で現地で事業をする。それが例えば4年間で14億円の事業でっていう時に、それが適切に行われてるかどうかっていうのを東京本部で管理しながら、定期的に現地にも出張で行って。あ、そうなんですね。はい、っていう感じです、ね、なるほど。通常 NGO、NPO とかは募金とかドネーションベースでもらうことが多いと、はい、それで運営することが多いんですけど、はい、笹川の場合はそうじゃないと、はい、そうですね、個人寄付はゼロですね。すごいですね。はい、まあでも理想的ですよね、一番継続できる、はい、そうですね、理想の形だと思ってます、ね。はい、僕もロシアンフェス時代はそれこそ個人寄付の方が多かったんですよね。うんうん、多くの NGO って個人寄付もやってるところが結構日本だと特に多いなっていう感じでいたんですけど、実際個人寄付のない NGO で働いてみると、これはこれですごいサステナブルだなっていうか、うん、プロポーザル書いて引っ張ってくるお金の額って結構桁が違うので。いや、おっしゃる通りですね。はい、人件費に充てられる額も全然個人寄付とは差もありますし、うん、はい、もちろんプロポーザルで全部当たるっていう保証はないんですけど、うん、しっかり定期的に取れていればファンディングの心配をする必要がなく事業に集中できる可
環境になれるっていうのは大きいなと思いました、うん、確かにそうですね。通常だって一人の方からお金を取るなんて、はい、そんな事業が賄えるほどの金額集まるわけないんですよ、ね、なかなか難しいです、はい、で難しいですし、うん、多くの NGO が抱えてる課題ってファンドレイジングで、うん、事業も大切なんですけど、うん、どうやってお金引っ張ってくるかに時間と労力が使われて、はい、結局事業がみたいなところを今の仕事をしているともちろんプロポーザル書くとかそういう仕事あるんですけど、うんうん、事業に本当に集中できるっていうのは、うん、NGO として本来あるべき姿だと思う、うん、いや、はい、本当僕も大賛成で、取るべきは 2C じゃなくて日本の場合はちゃんと 2B に取っていかないといけない、はい、それを取らないと今後 NPO、NGO の政策入った時に崩れちゃうんだろうなってすごい思います ね、 すね、うん、はい、なるほど、ありがとうございます、はい、ここ社会人経験になってからもいろいろ聞いたんですけど、はい、この動画では社会人で今何してるかみたいなところをお伺いしましたと、はい、次の動画では今国際協力サロンっていうところにやってると思うんで、はい、そこの部分をお話をお伺いしようかなって思ってます。この動画面白いなと思ったらぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、じゃあ本日はありがとうございました。ありがとうございました。